昭和17年1月4日日曜日、晴れ。今日も家内に代わって夕飯を作る。家内の婦人雑誌を見ると、正月の献立カレンダーが載っている。その中から選んだのは、シチュージルコなり。今年の正月は、とうとう餅にも制限が課されるようになった。帝都ではお餅一人当たり1キロだという。1キロと言われても実感が湧かないが、どうやらのし餅半枚ほどであるらしい。切り餅で数えると大体28個になるとのこと。これまでは雑煮にするとなんだかんだで3個、いや4個食っていた。今年もその調子で食うと三が日で餅を食い尽くす計算になる。そうなると急な客人が来た時にもてなす餅がない。それでは困るということで、今年は1食あたり2個に減らすことにした。